タイガーランドは、手塚治虫の漫画作品である。赤旗日曜版1974年1月6日から12月29日まで、掲載された。新聞連載ということもあり、通常の原稿とは異なる横長のサイズで描かれており、単行本化の際に大幅に開講されている。また、単行本も、手塚治虫漫画全集の、 タイガーブックスの一巻に中編として再録されている。秋田書店から文庫化された際には表題作となっている。泉谷進むは本作の主題を政治役と評している。日本人政治家、勝倍集がインドで虎の子供を拾い、豪華客船で日本に連れ帰った。その豪華客船を追うように母虎はインドから泳いでいたが、日本近海で姿を消す。 日本近郊のある離れ小島。そこに住む人間は、アイノとハジムの子弟と、二人のおばあちゃん。そして変わり者のヤジロベイだけだった。その島に、品種の母虎が流れ着く。ヤジロベイは、猫語のわかり、飼い猫の万次郎は、虎語がわかるということで、母虎が遺言を聞き、価値に囚われた、子虎を取り戻すことをアイノとハジムは約束する。死んだ母トラを、 丘の上の山梨の木の根元に埋めると、その翌日に木の幹に虎島が現れ、好みを食べたアイノとハジムは動物の言葉がわかるようになった。アイノとハジムは日本本土に渡り動物たちの力を借りてコトラの救出に成功する。島に来たコトラはやがてたくましく成長し、白星を名乗る。白星は 環境破壊のため故郷を追われた動物たちの楽園を島に作ろうと決意するが、島にも石油コンビナート建設のための調査団がやってくる。ありがとうございます。